オープンスペースの方が開放的でいいっていう方はこっち。なるほど。教科書とかもあるので、ここに来て手に取っていただくこともできますし、ちょっと多目的の広めの部屋ですね。テストしてきてもらいますね。スケジュールのこととか、先生会いたいとか、そういうことの先生とかに。こっちもちょっとオフィスがある感じですね。なんで、ここはいわゆる生徒さんが続々来るところですね。先生の変更とかもここで。ここですね。自分のスケジュールがここに座るので。数日も込めて提供されるで、キッチンはまあちょっと大きめの家庭のキッチンみたいなところにあって、でバイキングとエロさんとちょっと食べる。雨の後とか絶対水が出るとなんです。へえ。これが一番絶景の場所なんです。めっちゃいいですね。すごいリフレッシュになりそう。うん、各部屋にバストイレはないんですよ。ここのキャンパスに関して。はい、だから各階に共有のあのトイレとシャワーがこういう形であるんですね。はい、こんな感じで三つシャワーとトイレ。あって、で、備え付けのドライヤーもあってみたいな。なるほど。一つの個室にトイレ、そうですね、とシャワー。このタイプが2階と3階はこのタイプ。3つある。そして、洗面台。洗面台と。そですね。洗面とドライヤー。はい、ドライヤーは備え付けが2台。じゃあみんな朝ここに来て、うん、朝の人と夜の人といろいろ荒れてると思います。なるほど。スインです。おスイン、あ、広々ですね。いいね。1台ずつあるので、1人1人みたいな。広々ですね。お部屋にも、ね、ちっちゃな冷蔵庫があるのでちっちゃいものを入れられるんですよね。うん、で、大きいものに関してはあのこれ匂いを放つもの、うん、に関しては下 の, あの共用の冷蔵庫に、はい、名前書いて使ってって言ってるので、高さのあるものとか、ね、横にできないものとかありますよね。うん、そういうの名前書いて下に置いて使っていいよって、うん、すごい。めちゃくちゃ見晴らしいですね。屋根に描いてるのか。これうちの教室棟ですね。へえ、うん。上から見るとこんな感じなんですね。こっちサイドはこういう見晴らし。うん、で、ま、向こうにちょっと行くとうちの庭が見えるっていう。この3つの部屋がウィンビアですね。うん、で、ここがシングル。うん、ここだけシングルなんです。うん、ベッド1台しかない。シングルにしたらすっごい大きい部屋です。でコーヒーショップの
今日は空いていないけど普通だったら午前中空いてるんです、うん、午前中、うん、お昼1時までですね。コーヒーショップもあります。すごい安いです。